報告いたします。さあ秋が来て兵糧33万、すげえ入ったな。でだ、長宗我部とは、あ、婚姻できんじゃん。え、あ、嫁を取る形になるの、長宗我部奈美さんを。お、なんか発酵草とかキリリとした女性だね。じゃあ長宗我部奈美さんを同じく発酵草な、どうでしょう、弟君とめとらせるというのは。はっ、これで末永く手を取り合い頑張っていきましょう。これ四国に島津が入ってきてんだよね。長宗我部なんとか頑張ってくれよ。で、宣戦布告はまだか。じゃあこのままどんどん進めていきましょう。あ、長宗我部と婚姻同盟結びました。これで日の本のほぼほぼ全てを手中にしたと言っても過言ではないよね。しかしこの婚姻同盟政策さ、種宗のものとはちょっと違うか。あれは婚姻同盟してなんか養子に出してみたいな感じで家を間接的に乗っ取っちゃうみたいなやつだもんね。これはどちらかというと家康のそれに近いですよね。さあ、で、将軍で行きましょう。お、行部入ってきた。あ、光らなかったか。政宗80は魅力だけど、あ、まあ、でも対名も取っとくか。と、正幸、直江で行きましょう。これにて、表情を終える。あ、行動増加開花。これもいいんだけどな。刀狩り。これは取っとくべきでは？というのはね、この、総武事例を出した後のことを考えてね、刀狩りしときましょう。ご命令を。さあ、で、攻防は？あ、切れた！いけるぞ。いけるけど、落ち着け。小浜城がまだ兵が入りきってないんですよね。まあ、だからなんだっていうレベルの話ではあるんですけど、もうちょい、もう、一つ二つ待ちましょう。あ、ここで大崎家が、なんか、えれえ粘ったね、大崎ね。まあ、家臣として取り込みましょう。老骨に鞭打って、マスオメさんを天下のように働く所存。いい心がけだ。南朝高野もそこそこ強いが、まあ、基本的には、って感じですね。まあ、いらっしゃい。お、なんだこれ。東北地方と、え、どういうこと？え、嘘？え、全国モードでやったよね？地方モードじゃないよね？え、ちょっと待って。だってます、ちょっと待って、今更感すごくない？東方地方、家臣たちと天使上がったます。え、全国モードで始めたよね？確かにね、僕はね。あれ？あ、正幸だ。大塩七人の、実に、何を今更。日の本広志とはいえ、殿に歯向かえる者はそうおります前に天下まで、あと少しで。そうだよ。喜びゆかれ陽気に語る正幸に目を細めて、ちょっと、正幸がたしなめられるの見るのすごく嫌だな。草刈正雄がね。これからが正念場よ。我が志果たすその時まで、決して歩みを止めてはならぬ。皆がこれまでの労を称え合う中、これから今見えるであろう宿敵に、言うて秀吉ですけどね。まさに思いを馳せるんであったと。え？ちょっと待って。終わらないよね。あ、よかった。続いた。あ、びっくりした。ちょっと。変な汗かいちゃったよ。全国までやったよね、絶対にね。ああ、びっくりした。え、でも何なんだろう、これ、あんなん初めて見たかもしんないんだけど、伊達政宗だからとかそういうこと？あ、なるほどね。原稿録であんだ。言行録なの？原稿録なのか？あるんだね。だからか、びっくりさせやがって、光栄。乱世のたしなみ、武将三人じゃない。もう何を今更って話や。もうあとは力で切り取っていくのみでしょ。ああ、びっくりした。本当にびっくりしたよ。ご命令を。さて、冬が来ましたが、未だ赤いままですね。もう、しょうがないね。出そう。出そうというか、出ましょう。かしこまりました。じゃ、まずは、秀吉に、宣戦を布告します。これが最後の戦になるかな？値切りにするのみ！助立ちいたす。さあ、今回は長宗我部もいるからね、わけが違うぞ。まず攻めるは、どうしようかな。14万も出せるんだ。出しちゃおうか、もう空前絶後の
大戦をしちゃおうか。明石全島6万8千と伊達政宗13万ぶつけちゃう。13万5千400でもって大阪城4千を攻めましょう。それでは行きます。出てこない予想だったね。まあ一番怖いのは米なんですけど、まあでも50万あるからね、なんとかなるでしょう。それでは行きます。13万はでも初めてこんな軍を動かしたかもしれない。で、大阪城に入っちゃうと、ここの北と南で分かれちゃうんですよね。だからその間に岸和田城から攻め下ろすっていうのはどうかな。あ、耐えるね、大阪城。いや、大筒目標本丸でしょ、もちろん。普通に攻撃でいいか。186日。すごい戦だ、186日って。半年？すげえな。そんな持たんでしょ、兵の気持ちが。で、岸和田に向かって攻めます。あ、秀宗が動くんだ。いいね、いいね。古書を誘約。ここはでも分からさせた方がいいでしょう。重長も出るじゃん。重真もいるじゃんね。秀宗、ちょっと待って。秀宗、小十郎、重真で、副将に重長とか入ってたでしょ。しかも北さんもいるって。完璧じゃん、これ。でね、5万、いっていいですか。ここも大きく、5万を岸和田に向け動かします。我に続け。しかし、豊臣、動こうにも動けないね。ここまでの大軍出ちゃうとね。志果たせぬか。大雪。まあ問題はないですね。すごく狭い範囲だね、今回はね。あ、大助が生まれたぞ。あ、忠宗も生まれた。大助はそう、武将として出てくるんですけど、第八はね、出てこないんだよね。まあ言うて、第八何したかって言って別に何もしてないからね。戦国時代においてです。大阪城で、まあ、片倉に引き取られて、奥州、真田の祖となったぐらいですもんね。なんかその後で信行がなんか第八を見つけて、おや、そなたみたいな話があったような気がする。さあ、銭の力。領内証券営業、ちょっとこれずるくね？ちょっと待って、これ欲しいんだけど。待て。でもここは農軍だな。かやばが入ってくるんだ。正宗じゃないな。もがみ、佐竹、直江。豪華ー。これにて表情を終える。あ、銭の力論議ポイントか。そうか、商業校が貿易効果って、これすごく良さそうなんだけどさ、でも必要なんだよな、商業ポイント。あ、でも言っていいっすか、貿易したいよね、伊達ならね。頼むぞ長谷倉。なんかイベント起きたりして。じゃあこんなところで、統制不足どんどん遠のくな。浪人、はい。戸沢。ああ、でもぼちぼち強いね。71、67。本堂。神保。いいのか、神保使えてしまって。大丈夫か、背中から撃たれたりしないか、鉄砲で。背中に鉄板でも背負って、励んでくれ。で、まあ、継続発展からの、そのまま進めるでいいよね。まあ、あとほんと見てるだけっぽいんだよな。だったらさ、高槻とか羽生とか行っちゃう？行けるもんね、兵力的には。北の省城から兵いっぱい出るなぁ。待ってよ、じゃあ、ちょっと待って。ああ、そうか。二条城から北の省城に誰かを入れて、で、そっから出しゃいいかなと思ったけど、そうか、ターンの途中か。じゃあまあしばらく見よう。半分過ぎたら交渉行けるよっていう感じなので、僕としては。交渉応じないか。そうか、そうか。まあ、外堀を埋め、内堀を埋め、ゆるゆると攻めてしまえばいいでしょう。さあ、岸和田城。水攻め60日。惜しむ必要はないね、金を。しかし、出てくる気配ないね。交渉も応じる気配は一切なしと。粘るな、大阪城。さすがだよ。もう入ったんじゃない？さすがに。で、雪村、待ってよ。あれ、どこだ？明石戦闘、ここか。行きましょう。2万6000の1万7000だから自信を持って出せるっていうのあるんですけどね。影勝。三座でしょ？あれ、まだ入ってないのか。そうか、そうか。なんだ。
じゃあもうちょい待って。あ、入った。今入ったね。豊臣から講和の交渉だね、これ。もう今更さ。もう今更鉄砲1万5千に目がくらむと思うとか、このハゲ。で、高槻に。あ、秀吉予想になった。いいのか、これはこれで秀吉対行部なんだけど。すげえな、さっきから予想が。じゃあ、これで、5万、動かします。行部対、秀吉。参りましょう。あ、言うて兵力差あるからね、余裕だろうけど。おお、んじゃこりゃ、すげえ動いたんだが。6万3000が、岸和田に来る。待てよ。6万3000が岸和田に来る。あ、でもまあ、上限が狭いから問題はなし。そして、ここも上限狭いんだよね。高槻もね。そうそうそう。だからまあ問題は一つもないね。ただすんげえ動き方したな。これ待って、これは左近の軍か。じゃ、行部、左近と行部ぶつかんの？左近と行部は別に血縁関係はないか。そうかそうか。まだ。柳生と左近が、あれなんですよ。ああ、命よ！そうか。左近の娘が、柳生、十兵衛だっけ？柳生俊義だっけ？に嫁ぐんだよね。漫画左近であったよ、そんなシーンがね。報告いたします。命よ、亡くなったか。そうか。ご命令を。まあ、だからといって、我らの縁は、消えやしませんよ。消えやしませんよね、もちろんね。大丈夫だね。さあね、よかったよかった。婚姻関係のままあった。さあ、で、激しく動いた、豊臣家なんですが、あ、交渉ついに応じるね。交渉はしましょう。まあ、だからといって、特にやることはないんですよね。このまま行ってしまいます。みんな、ここなんか、わからずになりそうな気するな、秀宗の方は。こっちは多分ね、大丈夫だと思うんですよ。揺るがずだと思うんですけど。左近の方は。あ、まずは大阪城。正幸行ってきてくれ。16%? 全面解放でどう？わあ、まあ、そうだよね。30何%じゃなかなかな。あ、そして左近と行場分からず。え、じゃあ行きますか。え？大盤振る舞いが乗ってるとあれなんかな？きつくなるのかね、どうなんだろう。まあでも兵力差随分あるから余裕だと思うんですけどね。まあ、今回はもうほんとただ進みながら括弧撃破でいけるでしょう。なので、金。まあ適当に、この辺に柵でいいんじゃないか。でまあ、こういう感じで、潰していくっていう感じですね。こことここの合流してバーンってぶつかるんじゃなくても、これを圧殺した後にこっち行くっていう感じで行きましょう。さあ、志村秋康が一つ。行部あんま前に出るの怖いな。これ六角じゃん。六角まだ健在なのかね。すげえな。ちょっと影が邪魔。さあ、ぶつかり。ひねのがこうだね。行部の部屋遊ばせんのもったいないんだよ。覚悟しておけ。始めるぞ。でしょ。これ雪村も突っ込みますか。鍵が突っ込むでしょ。行部もこういこう。左近がいた。左近だけでもいいんだよな、今回の戦に関しては。じゃあんまり前に出すぎるのも怖い。これは左翼に広げるとこでしょ。始めよう。こう、こう動かすとこだよね、絶対に。覚悟せよ。なんとなくこっちを押されてるイメージありますもんね。さて、右翼はうまいこと逃れて、そして左近がいるんだが、ここに。始めるぞ。あ、中華粉陣か、そうだそうだ。懐かしいね、なんか。行部やってたよね。三成とどうのこうのみたいな感じでね。あれきつかったな。精神的にすごくきつかった。あれ始めるぞ。鍵勝どっち向いてんの。始めるぞ。さあ捕まえました。東堂高虎だ。これそのまま召しましょう。始めるぞ。
で、ここは用心すべきとこだぞ。防御上げるとかなりいいよね。一心に浴びてるからね、攻撃をね。で、そこで、もうちょっと、もうちょっと、もう少し引きつける、もう少し引きつけて、雪村が動く。そして一気に前に押します。あー、捕まえけんか。勘弁。うん、逃げたね、方位からね。花房隊だったら雪村、槍を返し、片桐隊にぶつかりましょう。本陣切り込みか。勘弁。雪村で止めよう。雪村なら止まるでしょ。ガシン昇誕するってことない。これさ、本陣突撃してるところに対してさ、突撃をかけるとさ、それるんじゃない、もしかして。これ挟んで絞り上げちゃうか。ほら勘弁。グーンってこっちに動かざるを得なくなっちゃったよね。突撃食らってね、強制移動させられちゃって、でそこを一気に包囲殲滅。いやでも意外と手こずってんな。さすが豊臣。いいね、官兵が崩れましたね。雪村隊危ないな。確かに真ん中に入っちゃってるもんな。ならば楽譜がここに出ましょうか。始めるぜ。やりたい。前。義理の息子は正室だよね、大谷行部の娘さんはね、雪村の。あ、采配いいな。すげえ乗った。この采配でかいぞ多分。ご命令ください。やりたい。前。さあ行部が来た。片桐隊はね、雪村だけなんとかなる。六門戦の旗を掲げよ。勝永に向かおう。やりたい。前。勝永と雪村ぶつかっちゃうのか。運命とは核も無残たり。さあ片桐が崩れる。ご命令ください。でこうでしょ。雪村はこのままもうやる気満々、280だろうが何だろうが構えやしねえみたいな勢いでいきましょう。ちょっとひねのタイムないな。始めるぞ。ねえ、始めよう。いや、六角は鍵ガスに任せてこのまま進んじゃおう。左近の隊に当たりたいな。でだ、ね、どうすべきだ。雪村もさすがに危ないな。引きましょう。血やりすぎた、調子に乗って。これほどとは。雪村落ちんなよ。あ、落ちた雪村。そんな悲しいですね。あ、業務隊一応こっちも買うか。毛利勝永、その前に佐久落ちそうだな。いや、雪村落ちたの悲しいんだ、ちょっと。あ、どこだかな、微妙だね。あ、よし、こっちが落ちた。壊滅、ついにいいね。よし、全滅。やりたい。最高の戦果。雪村だけがちょっと悲しいけど、まあ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 、戦果は女王の女王ですよ。殲滅しました。いやでも被害兵数多いな、多すぎるな、ちょっと被害兵数が。まあしょうがないね。で、このまま高槻城いけるでしょ。100だよ、だって。いや、高虎も強いね。片付けない。その1枚。あー、違うか。でもまあ数日でしょ、これ。8日。3日を惜しみましょう。